いいでしょう。アバ様が乗っていいって言ってくれたのよ。ねえ、アバ様。ああ、今日は特別じゃ。村の守り神、亀様のお背中に乗せていただく日が来ようとは。長生きはするもんじゃのう。さあ、行くぞ。他の者たちも乗せてやらねば。ええ、アバ様。さあ、あんたも乗って乗って。ほら、あたしの手に捕まって。ダメじゃ。こやつは乗せられん。どうしてよ。それはな。やっぱりダメだったじゃないか。どうしてくれるんだい。ごめんね。今年最後のハツラツ豆が。まったく、逃げ足だけは早いんだから。ちょっと、ちょっと、いないのかい？おや、まだ寝てたのかい？あんたにしちゃ珍しいね。なんだって？あの子とアバ様が亀様に乗っている夢を見た？いやだよ、そんなことあるはずがないじゃないか。そうだ、それより聞いておくれよ、その子がね。錬金術でハツラツ豆を10倍に増やすって言ったのに、失敗して全部灰にしちゃったんだよ。今年最後のハツラツ豆を、アバ様がとーっても楽しみにしてらっしゃったのに、ひどいだろ。あんたのお姉ちゃんの失敗なんだから、代わりにアバ様に謝ってきておくれ。言うまでもないけど、アバ様の家は橋向こうの高台にある大きな家だからね。Thank you.
上手。では失礼して、早速作らせていただきますね。ご存知なかったかもしれませんが、実は私、裁縫が得意なんです。おばあ様の服もいつも私が作っているんですよ。よし、できた。ほら、香りも肌触りも申し分ない最高の安眠枕の完成です。集めてくださったもみ殻とお茶の葉の効果で、おばあ様もぐっすり眠れるはずですよ。さあ、早速おばあ様に使っていただきましょう。一緒に向かいの部屋に来てください。なんじゃこんなもの。しん、やっと眠れそうなところだったのに、よくもくだらんことで邪魔したな。すみません。実は、はつらつ豆がなくなってしまったので、その代わりになればと思ったのですが。はつらつ豆がなくなったじゃと？おばあさま、お気を確かに。ああ、大丈夫じゃ。今は。豆がどうのなどと言っておられる時ではないわ。おお、ちょうどよいところに来てくれたな。実は、お前たちに話したいことが。あやつは一緒ではないのか。やれやれ、どうでもいい時には顔を出すくせに、肝心な時にはおらんのだな。あ、すまぬが、あやつを呼んできてくれ。お前たち兄弟が揃っている時に、話したいことがあるのじゃ。わしはそれまで休ませてもらうからな。真意よ、今度はわしの眠りを邪魔するでないぞ。はい。これとこれも入れて、蓋を閉めるでしょ？今度こそすっごいのができそうなんだけど、多分。
かすっごいのできちゃった。あら、いいところに来たわね。これあげるわ。きっと似合うと思うわよ。で、こんなところまでわざわざ何しに来たってわけ？え、アバ様が私を呼んでる？それってついにアバ様が私の錬金術を頼りにする日が来たってことじゃない？さあ、アバ様のところへ行くわよ。私が作った帽子のこと忘れないでよね。連れていらっしゃいましたよ。とう！おばあ様、お元気そうですね。うん、快眠じゃ。おかげで寝覚めもよかった。なかなかいい枕じゃったぞい。ありがとうございます。よし、みんな揃ったな。では真意、村の者たちを集めよ。これより亀様のお告げを皆に伝える。はい。エテーネの民たちよ、心して聞くがよい。わしは亀様からのお告げを賜る巫女として、託されたお告げをありのままに伝える。間もなくこのエテーネの村は大いなる災厄に見舞われ滅びる。エテーネの民は一人残らず死に絶えるじゃろう。そんな何なんですか。そのお告げは、亀様は私たちを見捨てるのですか？静まり。お告げにはまだ続きがある。エテーネの民は死に絶えるだろう。だが光明が残されていないわけではない。北の清き水の洞窟に咲く伝説の霊草天使の花があれば、滅びの運命から逃れられるということじゃ。おお、よかった。でも天使の花なんて聞いたことないわ。さよう。天使の花は我らが一度も足を踏み入れたことのない秘境に咲く。ゆえに誰が取りに行くかはわしが決める。天使の花を取りに行くのはわしの孫の真意とお主、そしてお主も、この三名じゃ。大いなる災厄はそこまで迫っておる。だがわしも力を尽くす。このわしが亀様と共にエテーネの村を守りきってみせるわ。おお、さすがアバ様だ。よかった、安心していいんだね。あそこ、魔物が
魔物が村に入ってきた。なんじゃと。皆さん下がって。なぜ魔物が入ってきた。魔物たちの目から村を隠すわしの結界はどうした。俺たちどうなっちまうんだ。アバ様は大丈夫だって言ってたけど、お告げ通り滅びてしまうんじゃ。そうだよ、アバ様の結界が破られるなんて。皆さん落ち着いてください。すぐに私たちが天使の花を取ってきます。さあ急ぎましょう。清き水の洞窟は育みの大地よりもはるか遠い北にあります。私の家で祈りを捧げてすぐに出発しましょう。お役に立てましたか。ですね。
やはりお話ししておきます。実はおばあさまが気になることをつぶやいていらっしゃったのです。気になること？たとえ滅亡の運命から逃れることができたとしても、生き残れるのはたった一人と。一人ってそれって他の人はみんな死んじゃうってことなの？それは私にも分かりませんが、言葉のままに受け取るならそういうことだと思います。そんなのって。気を落とさないでください。おそらくおばあさまは最悪の場合のことをつぶやかれたのでしょう。亀様のお告げ通り、天使の花さえあれば村は助かるともおばあさまはおっしゃっていました。だから今はおばあさまの言葉を信じて、必ず天使の花を村へ持ち帰りましょう。そうよね、私も信じるわ。天使の花さえあればみんな助かるって信じる。お役に立てましたか？杖の森と同じような壁画があったのですね。二つ目の太陽、そして滅亡。私は以前から石杖の森の岩に描かれていた絵を不思議な気持ちで見ていました。人間以外の種族が本当にいたのだとしたら、彼らはどこに行ってしまったのだろうと。もしかしたらここに書かれている通り、ほとんどの者たちが滅亡し、私たち人間だけが生き残ったのかもしれませんね。立てましたか？天使の花は
この扉の向こうに咲いていると書物に記されていました。最後にこの扉が開かれたのは一体いつのことか、私には想像もつきませんが、この洞窟に流れる清き水が今も天使の花を育み続けてくれているはず。さあ行きましょう。この花を取りに来たというわけじゃな。じゃがそうはいかんぞ。時を超える力を秘めたお前たちにこの花を渡すわけにはいかんからの。時を超える。やっぱりそうか。こんな大切なことを忘れ去ってしまうとは、エテーネの民は果てしなく愚かな者たちじゃ。だが忘れていようがいまいが関係ない。エテーネの民は皆殺しじゃ。この身が果てようとも、冥王様より与えられし使命だけは。
エテーネの民は冥王様の手で滅ぼしてくだされ。どうすんのよ。テンスの花が全部燃やされちゃったわよ。時を超えるとかなんとかわけのわかんないこと言って私たちの邪魔をするなんて。古い書物によると、私たちエテーネの民は遥か昔、自由に時を超えられる時渡りの術という能力を持っていたそうです。ですが時渡りの術を使える者は時代とともに少なくなっていき、数百年前に完全に失われたのだとか。そうだったんだ。今はもうない能力なのに、そのためにこんな目に遭わされるなんてあんまりだわ。見つからない。テンスの花が一本でも残っていればおばあさまの言いつけを果たせたのに。仕方ありません、村に帰りましょう。他に大いなる災厄を止める手立てがあるかもしれません。どうしました？そこ光ってない？光？私には見えませんが。私には見えるのよ。これ、それは見つけてくださいました。これさえあれば村を滅びの運命から救えるかもしれません。みんな私に感謝してよね。きっとここでテンスの花を見つけるのが私の役目だったのね。ここまで連れてきてくれてありがとう。さあ、この花をおばあさまに届けなくては。急ぎましょう。おかしいですね。魔物たちが一匹もいないなんて。ねえ、今雷が落ちた方角って？村の方角です。急ぎましょう。何なんだこれは。
光。時間が止まってる？まさかこれ。ちょっと勝手なことすんじゃないわよ。あんたを守るのは私なんだから。やめて、やめなさい。いやー、消えた。まさか今のは。テンスの花は私が命に変えても必ずおばあ様に届けます。間に合わせてみせる。見たぞ、こいつです。冥王様、あの術を使いやがったのは。やはり時渡りの術を使う者が現れたか。だがネズミ一匹逃がしたところでこの冥王ネルゲルを阻むことはできぬ。冥王とはあまねく死を滑る者、生きとし生ける者が死から逃れられぬように、何人たりとも我からは逃れられぬ。忌まわしき時渡りの術者よ、灼熱の極炎でその身を焼き尽くしてやろう。